サーディカトモです。今日はですね、僕の大学の後輩にあたる堀川雅也が来てくれています。キーパーコーチをしていて、わざわざ今日大分から会いに来てくれました。ありがとう。2時間半かけて会いに来てくれました。大学の時からずっとキーパー、大学の時からじゃねえ、いつからキーパーやってたの？小4かな、小4ぐらいからずっとキーパーをやっていて、で、まあ、大学の時も、まあ、同じチームで戦ったりで、キーパーと僕はフォワードで全くポジションは違うんですけども、まあ、キーパーからしか聞けないところであったり、まあ、僕とはまた違った多分視点を持っていると思うので、まあ、そういう面でも今日はいろいろ聞いていきたいなって思います。お願いします。じゃあまず何から聞こうかな。まあ聞きたいことはいっぱいあるけども、最初はこの人仕事できる人間なんやろうなと思ってて、いつの間にかタメ口だったし僕の一個下ですからね、年齢は。なのにもう敬語も使わずに、まあそのぐらい仲いいんですけど、でも大学の時からもう2人でご飯食べに行ったり温泉行ったり、まあ仲良くしてくれたというか、先輩の俺が言うのもなんですけども、仲良くしてくれた存在なのかなって思います。で、まあ、今実際にキーパーコーチをやられているっていうこと、何を意識して指導してる子供に、うん、子供だから子供だし、まあ、キーパーっていうポジションだけ見たら、うん、やっぱり酷なポジションだと思うし、失点してからね、まあまあまあ、どんな状況でも、どんな悪い意思の見方がある人も知ってるから、ただそれをギリギリのところで救えるとか、うん、っていうところの楽しさは、あ、なるほど、まあ、あるよっていうのは、うん、なるほど。だから点決めることよりも、うん、そういうチームを救えるポジションになるんですね。なるほどね。でどっちかというとフォワードの方が火は当たるし、ヒーローじゃん。で逆にそれを、まあ、裏を返して、その裏で俺が支えているんだぞっていう、まあ、そうある種のモチベーション、そこに快感を、まあ、多分覚えれるかっていうところだと思うんですよね。それ多分人間の性格上の向き不向きみたいなのも関係してくるのかね。それはあると思う、うん、どうなん、試合中にちょっとビビってるというか、気持ちに負けてるのキーパーとかもいる、そういう選手にはどうやって声かけるの？てかもうメンタル的に負けてる選手がピッチにもう立ってられないかなと思って、まず試合に勝つ前に自分に勝てた、だから練習のところで自信持つために、あ、なるほど、ね、練習させて、なるほど、ね、でこんだけ練習してきたんだからもう怖いものはね、やられるときはやれる、うん、そうよく言うと思うけど、フォワードは10本中1点決められるし、キーパーは10本中10本止めないといけないから、よく言われる、フォワードの選手はね。だって1本外しちゃって、2本外しちゃって、つい決めればいい、ヒーローだし、それで1試合で勝てばいいし、キーパーなんて9本止めても、ラスト1本決められちゃうんだね、それで負けてっていう。タイのキーパーってどうなの？タイのキーパーは、日本人と違うとこある？正直、タイのキーパーは、俺のレベルでしか見てないけど、俺は今までやってきたキーパーの方が上手いと思ってるから、もう全然怖くはない。どんなフォワードが嫌だ、現役の時に。駆け引きしてくフォワードが嫌だよ。フォワードが裏抜けて1対1になってきた時に、俺はキーパーをが最後まで動かないの嫌なの。キーパーってどうしても動いちゃいがちじゃん。そこは我慢、もう早く動いてほしいの。俺は遊びたい人だから、早く倒れる倒れる倒れろって。そういう選手の方が嫌。ああ、なるほどね。いろいろ騙す要素ってあるやん、うん、目でも騙せるし、うん、体の向きでも騙せるし、うん、足首の向きもせるし、うん、なんかそういうので駆け引きしてくる、うん、こっちもやっぱ1対1だったら難しい部分あるもんね、うん、止めるとは、ね、だから素直にスピードあるって、うん、綺麗にシュート打ってくれる選手は、うんうん、読みやすいね。ああ、なるほどね。ツール賢さ、そうそうそう、嫌な選手は、そういう練習するキーパー、どういう練習するの？まあ全部するだろうけど、ちょっとこういうなんか工夫してるよみたいなのある？シュート練習にしてもそうやけど、うん、子供が苦手な、うん、まあ、飛び方とか、うん、キャッチの仕方、嫌な苦手なコース、うん、わざとそこに、うん、蹴るとか、うん、あとはスピード変えて、うん、足の運び方変えさせたり、ちょっと今度 YouTube に載っけてよ、お前のキーパー練習。多分キーパーをやっている選手やったり、
とか、まあ、親御さんであっても多分見てくれてると思うので、まあ、そういう面でも、まあ、そういう僕のチャンネルで今まではゴール中だけだったのがキーパーの目線でのゴールキーパー練習であったりっていうのも、まあ、面白いと思うし、今小学生から教えてる、中学生のその選手のじゃあ練習風景だったりファンキックとかっていうのも、まあ、載せていけたら面白いかなって思うし、でもタイにも日本人のゴールキーパーはいたんだよね。けどもプロ、一応プロかな。けどもやっぱ外国でキーパーとしてやるのはなかなか難しいところあるみたいで、一人言葉のね、キーパーは一番言葉の壁があるからなんですね。難しいちゃうな。タイに去年までも一人二人行って、その方が一人がモンゴル今年行って、もう一人がまあ怪我でちょっと帰っちゃってとかだったけど、去年までもタイでプレーしてたりとか、この間僕が対談したしんちゃんコーチが今いるアカデミーのそこのコーチ代表の方ももともとタイリーグでキーパーやってた方で、まあ、っていう、まあ、ちらほら話には聞くけども、まあ、やっぱどこの選手もね、ポジションキーパーは1人しかないし、でそこに外国人を使うかってなったら多分どうしても後回しになって、そこはタイ人でいいだろうっていうところになってしまうので、まあ、海外でやるっていうのはすごい勇気がいるし、そこで何でもやり続けるっていうのはすごいと思うし、逆にそれこそ川島選手だってね、で語学が喋れるっていうのは一つの武器かもしれないよね。今後別にタイだけじゃなくて、今この見てる方若い選手で、じゃあ僕みたく日本ではちょっとできないかもしれないとか、 J リーグではできないけどもプロになりたいってちょっと熱い覚えがある選手は、まあそういうちょっと語学の方をやってみてもいいですし、でも指導者も一緒やな。ああそうかもしれないね。選手より指導者で海外行きたいとかいう人ほど基本英語や、英語はやっぱ覚えてた方がいいかな。まあ、でも矛盾してしまうけども、さっきの話で怖くやった方がいいけども、手を覚えることもたくさんあるから、行った方がそうだと思う。そうだと思う、そうだと思う。だからなんていうの、それこそ僕が指導者に言いたいことは、なんか別にプロになることは全てじゃないと思うし、さっさと諦めさせるのも僕は指導者の役目だと思うから、もうさっさとプロ進まないで一般企業に就職してとか安定した職に就きなさいっていう言葉をかけれるのも僕は指導者の役目だと思うんで、プロが全てじゃないと思いますけども、もし本当に熱い選手がいてプロになりたいとかっていう中学生年代から思う選手がいるのであれば、そういうヒント、別に日本だけじゃなくて海外でもプロになれるんだよ、でも結局大事なのは今になるなんだよっていう、まあ、言葉かけを、まあ、して、別に僕してほしいって言ったって別に僕に何がプラスになるかとは思わないけども、でも僕みたいな人間もいるんだよっていう一つの選択肢というか、まあ、可能性は本当にプロになりたいと思う可能性は広がるかなと思うね、俺は。僕は勉強しとけっていうのもあるね。けどそうね、結局そうだね。だから結局自分で気づいて勉強できるかじゃない。人に言われてさ、僕もそうだったけど、人にいくら言われてやっても多分続かないし覚えてない、そう、身にも入ってこないよね。けど本気で自分が必要だとかさ、僕がじゃあ対語必要だとか、キーパーの知識が必要だ、本気で必要だってやったら学ぶし、多分それでも脳ってすごい意識変わってくるじゃん。意識が変わって入ってくる量も違うし、そうで、それを実践に生かすとさ、まあ当然うまくいかないもあるけど、それでも絶対自分のためになるし、ここまで考えてもできない、だったらもっと考えないといけないとか、でも考えないよりか絶対そっちの方が、今からね、いろんなことに目を向ける。確かに J リーグできるのが一番いいし、そのね、友達だったり家族にそのプレーをしている姿を日本で見せれるっていうのが多分一つのモチベーションだから、多分一番にそこを目指すべきだと思うし、せっかく日本に J リーグっていう素晴らしい環境があるのであれば、そこをまず目指すべきだと思うし、さっさとなんか諦めて俺は海外行くんだじゃなくて、そこはそこでいいと思う、ね、そこだけじゃないよっていうのは、まあ、タイのアカデミー選手に伝えてますけども、日本の J リーグのアカデミーでねプロになれなかったら俺ダメなんだって思う選手もいそうだからさ、そうじゃない、有名戦でも、まあ、キーパー、まあ、日本のコーチとこういう話をすることは僕はなかなかないので言ってるもんな。そうだね、タイにいる日本人のスクールはしてるけども、僕はスクール、コーチとしてはプロフェッショナルではないので、
そういう意味。いやいやいや大学の時すごかったな。子供は大好き。小学校の時とかすごかった。小学校はみんな窓から手振って同じテンションでいけるから、僕の場合トモ先生って僕の場合は本当子供と同じテンションでいけるから、なんなら子供に負けないぐらいの僕は元気よく出せるから、それは自分でも強みだと思いますね。それはすごいと思う。なかなか作れないし、だったらもう明日でも来れるから楽しいから。でも多分それは多分教育とはまた違うと思うんだよね。まずは多分そこはでもサッカーが好きとか、サッカー好き、それを教えてくれてる友コーチやから、そうね、多分みんながそういう寄ってきてくれるし、サインとかもらったんだ。ああそうだね。サインちょうだいとも言われるし言われるし、その時学生なんてね、サインプロじゃないからないけども、でもやっぱそこはさ、なんていうの、子供それこそ子供の懐に飛び込むみたいに心掴んじゃえば、俺がサッカー教えようが何か違うことを教えようが多分聞いてくれるし影響されるじゃん。子供からしたらもうプロも、ああまあもう関係ない一緒なんだろうね。あそれいいね。そうそう、だから、世界で戦ってようが、世界で戦ってた方が確かに一発目のフィーリングでバンはあるかもしれないけども、後々じゃあ一日一緒にいましたってなった時に、別にそこに世界で戦ってなくても所詮タイだろうが、なんなら、ね、もっとちっちゃいところでも心さえ掴んじゃえば影響は持てるってことだよね。学生の時からそれがあったってことだもしかしたらプロサッカー選手より指導者もいるかもしれない。ああなるほどね。プロサッカーもいいかもしれないタイでスクール開きます近い予告。その時はキーパーコーチ将来やろうか。いやでもね、なんだろうね、子供好きだよね。自分が子供っぺからなのか、それ一緒よ。俺も一緒よ。だからサラリーマンと違うところはさ、子供のために、子供が成長するために、俺らの仕事ってある、環境もそうだし、あとはそういう仕事して生きていくためのそれ大事だね。心得もないけど、それは俺らしか導いてない。だ親以外に一番近くにいる、言ってくれる人とか、先生だけども、でもサッカースクール、それこそ今言ったようにサッカースクールしかいないこともあるし、サッカースクールでね、サッカーでもそういう人間として教えを先に教えた方がサッカーは伸びると思う。俺はどう思う？俺はそれ素人の考え方、一瞬だし、挨拶、返事、身だしなみからやんないと、やんないと、それもどうなのか分かんないけど、そっちから入んないと選手は伸びない気がする。だから私生活もとかもそうやし、小学生、中学生の話を聞けないから、コーチの話聞けんの、ね、ってなるし、コーチの話聞けんのに、じゃあなんで学校の先生の話聞けんのってなるし、ね、そうそうそう、なんで話を聞かなきゃいけないのってなるじゃん。そうそうそう、じゃあ聞かないと大事なことが、だからそうだから全部自分に返ってくるわけじゃん。そう、これ子供聞いてね全部自分に返ってくるからね、聞かなかった。そうそうそう、それはこの子そういう性格だからっていう親、あ、これめっちゃ言い過ぎだな、性格、この子そういう性格だからっていう親もどうかしてるよ。そんな親が決めつけてることだし、それを子供が聞くから、ああ俺は話を聞けない子なんだなって勝手に脳をインプットしちゃうから、そんな子なんて俺は絶対いないと思うし、聞こうと思ったら本気で聞けるし、でそれをじゃあなんで聞かなきゃいけないかって、だから結局自分が次何しなきゃいけないか分からないし、先生だって話だらだらだらと長い先生もいるけども、でもいいことは言ってるだろうし、その子のためになることは絶対言ってるから、それを聞かないってことはあなたの成長するきっかけも自分で逃してるわけだし、それこそそこでもったいないことはないと思う。だから子供であろうが、だからこれは幼稚園児だろうが中学生だろうが大人のサッカーだろうが、これは割と本気で向き合うし、幼稚園児でも目を見て、絶対目を見て話聞かせるし、そこに妥協してしまうと、一回許してしまうとさ、ああもう次も次もってなってしまうから、だから俺もそのアマチュアの意見でも悪いけど、キッズサッカーの小学生に教えに行った時は一番最初に約束を決めるの、そこでも心掴んじゃう。それが記事で、オンとオフとか、そうそう、いじめやし、ルール、教えるから、そこだけがルールじゃないし、学校のルールあるやつ、ね、家でも、そうだな、ルールあるじゃん。いつもご飯食べさせてくる親に対して、ね、当たり前だと思ってはいけないしね、ここはちゃんとしつけ、なあなになっておいてね、それを、俺らはサッカー通じて教えていくっていうだけやから、でそれこそサッカーですチームスポーツじゃん、で、チームで協力して試合に勝たなきゃいけない。あのメッシやクリスティアーノ・ロナウドでさえ一人では絶対勝てないわけじゃん。
じゃあその話を聞きます。あなた一人のせいで話が進みません。だったらあなたの仲間、サッカーが11人だけども話を聞くのが20人、30人の同じ仲間がいます。あなた一人の責任で他の30人が話を聞けません。それチームワークですかって言われるとそうじゃないと思う。結局そうなってくるじゃん。そっから落とし込んでいかないと、俺はじゃあサッカー、それこそ親も多分そこは望んでると思うんだよね。親がいるよ。チームが結果出なかったら自分に返ってくるから、そんな評価してもらえない。プロの世界だったらクビだもんね。そうだからチームのために頑張らないといけないし、そのために自分自身ちゃんとしないと。逆に怒ってくれる存在がいるってすごい大事だと思うけどね。さ、コーチ陣が言ってくれるとさ、ああコーチが、まさやコーチが言ってたし、やんなきゃっていうのが結局遠回りに親たちが言ってくることもあるわけじゃん。そこにいつイコールか気づくかよ。まあいいんじゃないですか。嫌われてなんでしょ。コーチが何で嫌われた方がいいか知ってる？選手20人います。まさやコーチ1人います。20人の共通意識がまさや嫌いになると、そこで一致団結できるんだって。それはそれでパワーが生まれるってことですね。そうそうらしい。だから嫌われ役が必要なんだって。なるほどね。だから共通の話題でさ、あいつムカつくよねってなるのがコーチだから、あの人コーチなきゃいけないし、もしかしたらキャプテンなのかもしれないしっていうので、例えば仲悪い選手たちでもそこの話題だけは共通できる、そこに一致団結できるらしい。だから監督は嫌われ役であった方がいいっていうのはあるらしい。らしい。だから嫌われ役が必要、嫌われ役が必要っていうさ、別に嫌われ、だって誰だって嫌われたくないじゃん。けどもそこに役を買うのはある種みんなのベクトルをそっちに向けるためらしい。そこで一致団結して頑張るんですよ。あいつなんてって思ってやらせるのがまあやり方、まあそれがだけが必要じゃないけども一つのやり方らしい。いい意味でよ、そういうね、まとまりは。そうだね。だからよく人の悪口言うの、人間って好きじゃん。だからこうご飯食べに行った時とか、お風呂行った時とかに、そのコーチ、あいつムカつくな、あのコーチムカつくなってなったら、それで一つの話題できるわけだ。そこでちょっとまとまるよね。そう共通点の、ね、そう、それがただのあの選手嫌だよなっていう悪口になってしまうと絶対ダメだから、だからその役をコーチがやって、監督であったり厳しい監督っていうのはそういうところもあえて演じてんのかなって。監督だと思う。監督がやって、まあコーチがカバーリングです。まあサポートするよな。そう。だから嫌われてなんぼのもんだみたいな話。子供らが、うん、お前が成長してくれるんだったら俺のことなんて何もでも嫌ってんじゃない。そう。それ昔大学のとあるコーチが言ってたの。危ないこれ出る。だから俺それこそ帰れって言われて俺は本気で帰ろうって言って。それもある種俺の意思表示だったし、帰ろうと思ってて帰って帰った。